小学館のブックピープルガリレオ砲弾をご覧の皆様こんにちは、武田邦彦です。今回エネルギーの話の第3回ということで、まあ、第1回は原発のまとめをしておりますから実質的には第2回でありますが、それをお話したい。前回はですね、メドウスの成長の限界というものが1970年の前半に出て、それによってですね、世界中の人が、石油石炭はやがてなくなるんだなと、今まで無限に成長できると思ったけどそれは傲慢なことだったなと、人間の未来は制限があるんだと、だから節約しなきゃあんない、何も制限しなきゃあんないということになりまして、日本では主に、ヨーロッパでは10年早いんですが1980年から、日本では1990年からいわゆる環境の時代というのが出てきましてですね、今年は節電させられそうですが、これはもうその時に多分言いますよ、資源がないからお前節電しろと、電力が足りねえんだと言われますけど、本当かなと、後に私が恩師の、ご注意を受けてですね、読み直したら、いや、それを書いたメドウスですら、いや、これはそんなに合ってないよとこう言ってるわけですね。その理由は、現在の1970年における技術とか社会のことをそのままやったからだと、まあ、いうことを言ってるわけですね。じゃあそれは克服できるのか、その予測っていうのは人間はできるのか、特に科学的にできるのかって話をですね、2回目にちょっとしてみたいと思いますが、この、 図はですね、私がそういう話をするときに使う図なんです。ここにいるおじさんはですね、超伝導を発見したオンネスっていうオランダの学者であります。で、彼は1900年ぐらいにですね、まあ、ちょうどキュリー夫人の時代なんですが、いろいろ考えた末ですね、どうも電気伝導度っていうのを徹底的に測ってみたいと思ったんですね。その時彼は電気伝導度を測ってるうちに超伝導現象っていうのがあるなんてことは、もちろんそんなことは思いませんよ、それ発見ですから。だけど一応この人の偉いのはですね、なんかおかしいなと思うことなんですよ。研究っていうのは私も長く基礎研究してきましたが、基礎研究で成功する人と成功しない人はですね、やっぱりおかしいなと思うことなんです。おかしいなと思うのは、なぜおかしいなと思うかというとですね、なんか辻褄の合わないとこが自分の頭に引っかかってるんですね。それがやっぱり基礎研究を生むんですね。そして彼は何をやったかって、実にくだらない、くだらないことないんですけど、温度をずーっと冷やしてきましたね。これ温度なんです。これオンネスの書いたノートだと言って、僕はすごい古くもらったものなんですよ。で、今ではですね、これが本当にオンネスの手かどうかわかんないんですけど、その当時はそうよ、言ってもらったんですけど、縦軸に電気伝導度が書いたんですね。で、これずっと温度冷やしていきますと、電気伝導度がですね、あ、これ抵抗なんですけど、抵抗が下がっていくんですよ。この電気が電線をこう通過するときですね、抵抗っていうのがあるんですよ。つまりこうビューっていくと、まあ、どっか止まらなくするんですね。で、大体ニクロム線なんかやりますと抵抗が大きいから、抵抗が熱になってニクロム線があったかくなったりしました。大体どっかに送電するっていうとですね、導線の中を通るんだけど、やっぱり抵抗がありますから、オームの法則があってですね、で抵抗かけるなんとかイコール電流イコール電圧ってことになるわけですね。だからもう抵抗はあるに決まってると。抵抗っていうのは、なんで電気が抵抗あるかっていうと、電線の中にですね、銅の原子がこうあるわけですよ。そこを電子がビューンと通るわけです。そうするとね、原子核にドッとぶつかるんですね。ぶつかるやつだけがコロッとこうなって、これが抵抗なんです。ところが温度が上がると抵抗が増えるんですが、実は普通のものは温度が上がるとなんか速度が速くなるんですけど、電気の場合はですね、温度が上がると抵抗が増えていくんですね。それは何でかって言いますとですね、電線に銅の原子があります。それがブル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 震え始めるわけです。温度っていうのは振動ですから、振動し始めますとね、走ってくる電子がこう震えるんで、ドッとぶつかりやすくなるんですよ。でもう最後はですね、行こうと思っても前には必ず振動した原子がいて、原子核があって、ぶつかっちゃうということで、どん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 抵抗が大きくなってきてですね、流れなくなってくると。これが温度が高くなると抵抗が大きくなる、温度が低くなると通りやすくなる。つまり温度が低くなるとじーっとした電柱の中をピューッと行きますからね、行きやすくなっちゃうんですね。それがこの曲線。じゃあ絶対零度っていうのはですね、マイナス 273.15 度っていうのが絶対零度、絶対零度っていうのは物がピタッと止まったものなんです。全然動いてない。そうすると、そこで通る電子はどういう電子だろうかっていうのを見たかったわけですね。で、当然ですね、彼はどう考えたかって言ったら、だんだん止まってくるから、だんだん抵抗は少なくなっていって、絶対零度の時では残余抵抗、最後に残った抵抗はどのくらいか。普通だったらこう考えますね。
断面積を見て、導線の断面積を見て、原子核の断面積の分だけ抵抗があるという、こういうふうになると思ったと思いますよ。ところがね、ある日測ってましたらね、ドカーンと下がってゼロになったんですよ。これが超伝導発見の瞬間ですね。この発見の瞬間を私は今日のエネルギーで何で説明するか、何の必要性があるかというとですね、前の日ここまで来たとします、温度が。抵抗は普通に下がってるんですよ。この時ですね、文部科学省の役人が来てね、これの研究に費用を出してますから、どうですか、温熱先生。温度を下げるとですね、それに沿って抵抗が下がってます。あ、そうですか。なるほどね、つってですね、彼は帰るでしょ、役人は。帰りがけに彼はつぶやきますよ。あの先生、バカだなと。温度が下がったら抵抗が下がるの決まってじゃないか。あれに10億円もかけて、来年度からもうあれ予算ダメだなと。意味ないよなと。ただあれがずっと下がっていくのを見るだけだからと。あんなのに付き合ってられないよというふうにつぶやくでしょうね。それが前の日。次の日、彼は超伝導を発見するわけです。つまりですね、こっちからこう行くんですけど、こっちからこう実験していって、前の日までですね、発見は全くわからないんですよ。当たり前なんですけど、発見ですから。人間の頭の中にないんです。誰の頭の中にもないんですよ。それが科学の発見なんです。で、この発見があると、それによって大きく物事が動くんですね。じゃあ、メドウスが言ったことを事前に予測できるか。科学の進歩を事前に予測できるか。それはね、もう原理的に無理だということをこれ言ってるんですね。原理的に無理だ。だから、科学の発見を予測の中に入れることができないんです。何でも言えるんです。抵抗がゼロになる。エネルギーもいらなくても動く。人間は無限に生きる。何でも言えるんですね。何が来るかは我々がこの今後を発見するのにかかってるわけです。次の日に文部科学省の役人が来たらですね、先生すごいですね。これにさらに100億円出しましょう。こう言いますよ。これが科学っていうんですね。だから科学は一見して馬鹿らしいことをしているように見えて、そうじゃないわけです。これともう一つ環境に関することをお話しますとね、オゾン層の発見がそうです。私はこの話をどうしてもいつもしたいわけですね。それは日本人がオゾン層の破壊を発見したわけですね。オゾンホールを発見したのは気象庁の技術官だった、中鉢茂さんというのがですね、ある時にこの上空のオゾン層を測定してました。彼は何でオゾン層を測定してたかって言ったら、何だか分かりませんよ。科学者は変な人ですからね。中鉢さんが変な人じゃなくて、科学者は変な人ですから、何にも関係ないオゾン層を昭和基地の外に出て寒いところでこう測って毎日測ってたんですよ。そしたらですね、ある時にオゾン層がだんだん減っていくことに気がついたんです。びっくりして論文を出したんだけど、その論文は全然受け入れられなかった。なぜかって言ったら、その時同時にですね、 NASA の人工衛星が通っててオゾンを測ってたんです。それと見比べたらですね、全然 NASA の方が減ってないんですよ。それでこんなのは間違いだっつって突っかえされた。ところが事実は、まあその詳細はずっとあるんですけど、それはカットして言いますと、事実はNASA の人工衛星に積んであった測定器は、実はそんなにオゾン層が変化しないと考えて狭かったんですよ。要するに、オゾン層はわずかは変化するけど、変化しないというくだらないその前提の上で測定範囲を狭めたんですね。つまり従来の知見で測定範囲を決めてたんです。従来オゾン層というのはこのぐらい変動する。その幅でやってた。とか中橋さんはそのままこう書いた。それで後に NASA の人工衛星の測定範囲を調べたら、実はね、狭かったって分かって、まあ、中橋さん、オゾン層 の破壊はですね、ノーベル賞2人出しました。中橋さんは選ばれませんでした。それはですね、まあ、仕方ないんですね。先駆者というのはそういうもんですから、そんなことはまあ恨んだってしょうがないんですが、もう一つ、社会科学的な面での間違いを言います。これはですね、人口予測ですね。人口が増えすぎてだんだん地球がダメになっていくだろうというのはですね、18世紀の末のマルサスという人が人口論を書きますね。彼は経済学者でしたが、それは非常にヒットしました。若き頃のマルサスがですね、人口が増えてやがて地球はダメになるだろうとこう書きましたね。それでそのマルサスの亡霊はですね、その後長く地球全体インテリ層を含めて覆っておりました。やがて地球は人間が増えすぎてダメなんじゃないかなとみんな心配してたんです。それで国連がですね、20世紀の初めにグールドという人に頼んでですね、まあ、とにかく計算してみてくれやと言った。でグールドは計算します。これが面白いんですよ。ちょっと今日長くなっちゃうんですよ。
これがグールドの計算値ですね。地球の人口は、26億5000万人で飽和する。26億5000万人ですよ。26億5000万人、ね、それで飽和するという、発表をします。それはこれはね、太い線は、この太い線は現実のライン、この細い線が、この細い線がですね、この線がグールドの予測線、これが実際の人口ですね。予測を始めたのはここです。そこまでは合ってます。予測を始めたとこまで合ってます。将来は全部間違ってるんですよ。でこれは面白いんですよ。1932年に発表できるはずだったものが、戦争が起こったものですから1952年になったんです。もう52年の時には大きく乖離してたんですね。26億5000万人最終到達人口をもうすでに超えてたんです。で笑い者になっちゃいました。これ国連の大規模な研究機関、研究計画ですね。これはなぜこう思ったか、これもね、メドウスと一緒なんですよ。予測した時の技術なんです。だからなんで26億5000万人で止まったかって、やっぱ主には食料生産なんですね。だけどその当時はまだ農薬が発見されておりません。それからもちろん肥料もありません。それから自動車もありませんからね、トラクターもありません。だから彼らは人の手で耕して、それで例外もあればいろんなものがある、虫もつくからっていうんで計算してるので、そうすると26億5000万人になります。だから予測というのはですね、格のことが外れるもんですね。でこういった経験からですね、私はどういう方法を取ったかというとですね、もうそういう科学技術の予測とかそういうものから外れた計算をしないとこれダメだと、まあ、いうことでですね、私はそういう方法で、検討をしました。私の計算の方法はですね、基本的にはこういう方法であります。これは金星、地球、火星の大気を示しておりますが、宇宙ができた時はですね、全て CO2 しか気体はありません。まあ、これはあの地球のような気温ではっていうかですね、あんまり外れると違うんですけど、そうしますとですね、大気は全部 CO2 になります。上の方にある青いちょっとしたのが、これがですね、窒素ですけども、ちょっとだけ窒素があるという、まあ、こういう構造をするわけです。黄色が窒素ですね。こっちはアルゴンだと、アルゴンかな、なんかだと思います。気ガスだと思います。この黄色があの窒素ですね。ですから窒素というのはすごく元々少ないんですよ。実は窒素というのはカーボンとか酸素よりかずっと2桁ぐらいしかちっちゃく少量できないんですけども、ですから CO2 がほとんどですね。この赤いのが CO2、地球にはですね、ちょうど太陽の光が調子良かったんで CO2 を分解できるものですから、それで CO2 を分解して、それで、炭素と酸素に分けるものが出現します。それが生物ですね。これはまあ CO2 の分解触媒ということで、この前やりました。この前のところで復習ですね。そういうことでありまして、地球は今、窒素がほとんどで、酸素が21。だこの窒素はもともと非常に少なかった窒素がここなったわけです。それから酸素は生物が吹き出した CO2 の名残ですね。だからもちろんこうなりましたから、気圧は随分減りましたね。もともとその CO2 がなくなりますから、窒素がこのぐらい多くなりますから、地球の気圧は非常に低いんですけども、まあ、そういうふうになったわけですね。まあ、これがあの変化です。つまりこういう変化が起こったということをもとに計算をしようと。それならば未来とは関係なく決まるということで、この前もお見せしましたが、地球の CO2 がずっと減ってきます。これは海に吸収され、カルシウムに吸収され、生物が分解して、まあ、下がっていくわけですね。そうしますと、この CO2 の減少分から、カルシウムが吸収したら海にあの溶けた分を除いて、残った CO2 のうちいろいろ考えて、そして、鉄鉱石になった分もありますし、生物が分解したもの、それをずっと追っていったんですよね。46億年間追っていったんです。そうすると現在の地球ができるためには、現在が地球の状態、今の状態であるためには、どのくらい石油石炭がなければいけないかっていう結果が出ます。これは変わらないんですね。要するに100万円の収入があったと、それは10万円ずつこれに使った、これに使った、これに使ったと、残りは30万残ってますかって、そういう計算ですから、これは科学技術の進歩とかそういうものと離れて計算ができるんですよ。それでまあそういう方法を取ったわけですね。そしてまあもちろん発見されてる石油石炭も多少加味してましたけど、基本的にはこういう計算をしました。その結果どうなったか、いや私はあのここでコマーシャルというわけじゃありませんが、一応第2回はこれで終わりまして、いや第3回ですね、次その結果どうなったかというのを次回にお話したいと思います。